ケメン俳優の三浦春馬が自殺したらしいね。はい、こんにちは、タクです。なんか最近ね、ニュースですごくざわついてるんですけど、あのイケメン俳優の三浦春馬がなんかね、自宅で自殺してたっていう、まあ、ニュースになってます。まあ、多分ね、名前聞いたことない人っていないと思うんですよ。若くてね、イケメンで、まあ、映画とかね、ドラマに出ててね、すごい誰でも知ってる芸能人だと思います。で、まあ、なんで亡くなったのかって、そのニュースとかね、ネット記事によると、まあ、なんか自殺してたっていう話なんですけど、まあ、その理由がね、わかんないですよね。あんなイケメンなのにね、もったいないね、本当。まあ、なんだろう。まあ、僕がね、思うところ、私見なんですけど、あれじゃない？ブラッディーマンデー見すぎたんじゃない？見すぎたっていうか、演じすぎたんじゃない？まだブラッディーマンデーの続きをやってるんじゃないかなとかね、僕はね、そういうね、ところを思ってしまいますね。ちょうど僕が、あれいつだったろう、僕が学生の頃かな。ちょうどね、ブラッディーバンデーの普通のやつと、その後、2がやってたのかな。ちょうどね、そのぐらい学生だったと思うんですよ。あれ何年だろう、覚えてないな。多分ね、誰でも知ってる超有名な芸能人なのにね。まあ、ブラッディーバンデー演じすぎて、ちょっとね、精神的に病んだんかもしれないですね。やっぱりああいう役者とかって、こうキャラを演じすぎて、ちょっとね、まあ、精神が崩れてくるところはあります。まあ、正直ね、僕もね、本当は超真面目で、いい人なんですけど、一般社会では。ただね、この動画の中ではね、こういうね、パンダ持ってね、イエーイとか言ってね、ちょっと変わった感じでやってるんですけど、本当は真面目でいい人です。まあ、そういうところもあって、やっぱりね、そのキャラを演じてしまうっていうところはね、ありますね。何でもそうだけど、そういう意味でね、やっぱりその、なんだろう、本当の自分と、もう一人の自分、こういくつもね、自分の中でいろんなタイプの自分を持ちすぎて、こうストレス抱えちゃうんですよ。まあ、これね、配信者の方もわかると思うんですけど、なんていうの、自我でやってる人は別ですけど、キャラでやってる人ってね、やっぱりね、こう長く続かないですよね。僕もね、どちらかというとキャラでやってたんですけど、ある時ね、しんどいなって思い始めます。やっぱりね、演じてるところがあるから。で、自分のままむき出しにやってる人っていうのは長く続けれるんですよね。だから、まあ、そういう人はね、強いんですけど、この動画の中とかね、そこの中だけのこうキャラであったり、個性でやってる人ってやっぱりね、詰まってしまいます。まあ、そういうところがあると思いますね。で、まあね、本当なんか最後にちょっと付け加えとくんですけど、本当ね、残念だと思いますね。まあ、死因は自殺かなっていうあれはあるんですけど、ニュースになってるんですけど、まあ、あんまり詳しくはね、いろいろやってなくて、なんか全部なんか推測の域を超えるニュースしか出てなくて、まあ、何がね、真実なのかってちょっと分かんないですよね。まあ、なんだろうな、本当にね、多分ファンの方も非常に多いと思うんでね、すごい残念だと思いますよ。非常にまあ悲しい、そういう、なんだろうな、ニュースではないかなというふうにまあ思います。はい。ということでね、まあ僕は残念だと思うんですけど、ただね、婚活してるね、ひもてぶさめんからしたらね、ひもてぶさめんの方からしたら多分ね、よっしゃーってなってると思うんですよ。まあ、僕はね、そんなこと思わないんですけど、やっぱりね、ひもてぶさめんの方からしたらね、ここはね、多分ね、違う、まあ、心境にいるんだとは僕は思います。ということで、まあ、なんだろうな。僕は最後に言いたいのはね、
死ぬのは簡単ですよ、うん、あのよくねやってるけどね、あの簡単、ただねそこから頑張っていくっていうのがね、まあ自分の中でね、こういろんなね、なんだろうな、乗り越えたいものとか自分の中でクリアしたいものとかいろんなものをね持ってやっていかないといけないわけなので、あの一番ね自殺とか一番楽なねやことでね、まあ卑怯者がやることですね、うん、なので僕はね、まあそんな人だったんだって思ってしまいますね。はい、ということで今日はこれで終わります。あとね、残された人のね気持ちをよく考えた方がいいですよ、うん、三浦春馬さんね。はい、ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。